わかんねえな攻略が。僕は何年も前に VR の格闘ゲームって想像するのは一人称で戦うんだと思うんですけど、実はそれはもう基本的に現状の格闘ゲーム。わしを倒せるとでも思っておるのか。ラウンド1ファイト。ウルトラハードだけど、そっか、悪魔がいるんだ、忘れてた。さあ、できるかな。ラウンド2ファイト。忘れてた、悪魔がいるんだ、そうそうだ。新しく VR に作るんだったらともかく、現状の格闘ゲームそのまま VR にすると、あーやばい、我々はどうやったら興味深く書いてショートな空中と思うんです。危ないなぁ今の。我々は今回に限らず、ね、やっぱシリーズ20年以上通して必ずアーケードからリリースして、コンソールっていうこのパターン。一応ファイナルステージも行きましたね。そうそうそう、あれは予約特典なので。エクセレント、口ほどにもないわ。よし、まあ、当たってくれ。よし危ない。起き上がりにこの弱い技を重ねる。
こう毎回こうボリュームをたくさん。そうだね、そのアーケードシーンが欧米でないので、このえ、嘘でしょ。見て試してほしい。欧米とアジアとの文化で違うので、それをすごい苦労してます。よくみんながこう見ることができるかっていうのを研究して、最終的にモリコンでいくっていうことの方がやっぱり毎回苦労します。ナイス。こうまあ普通のビューは普通の自分のカスタマイズしたキャラをじっくり見るっていうのももちろんできるんですけど、これあえてあのコンボにして、この距離を取ると CP は結構弱いんですよね。が出てから進むことって非常に多いので、怖いだけなので。また同じパターンだ。危ないなこれ。まあ一つはね、その我々がスペックで楽になるという方はほとんどなくて、僕ら今までの20年以上の歴史上で1回だけあって、 PS1 世代の、アーケードで作ってたタッグワン初代だ。ただもう由来余った時代がありましたが、あれは楽だ。まずきれいになるだけじゃなくて開発も楽だし、メモリもポリゴン数もちょっと歯の もう余っちゃって歯まで全部作ったやつ、ポリゴン歯の裏までね、しっかりはこれを全部作って
그래서 소머리 와서 아, 나무나 무나 You risked it. Fight. 余りすぎたらどこに使おうか困って。その基本的には PS そういう特別なシチュエーションを除いてはスペックに満足するってことはなくて、やっぱメモリはもっと欲しいし CPU のクロックはもっと欲しい。楽にしてくれることはあんまないですけどね。ただ아これまずいよ아まずいまずい見て下手くそだなと思ってる人はウルトラハードこうして起き上がりをうまいこと重ねるとおすげえウルトラハードや多分ねプロに関してはまあ普通に遊んでもらえば綺麗にはなってると思うんでまあ間にすごくいい当たれほとんどないなんで例えば「鉄拳6」の羊のステージのなんかあそこかブートボックスなんとか作ってる人がこう名目を保てました。あ、そうだ、ジュークボックスだ。面白い音楽に変えるとかってこともできる。これでスッキリしたい。次